英語コンテペ英語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト今日は英語を嫌いにさせる一番いい方法についてを押しましたね押しましたねえー、に英語コンテペの時間になります英語コンテペの時間ですねよろしくお願いしますはじめの,、ね、あの音楽 あのちょっとね慣れてるはずが今日はつまずいてしまいましたもう慣れてるはずですよねというのもあのご存知の方もいるようにあの僕は「日本語コンテッペという、えー、タイトルのですねポッドキャストを、えー、結構やっ、まあ、長い間ではないんですがまあ続けていますで全部で150回ぐらいもうやってますまあそれによってですね、えー、日本語の生徒が見つかると。 ね、僕は日本語を教えてます。日本語の先生でもある。英語を教えてます。英語の先生でもある。ね。日本人には英語を教え、外国人には日本語を教える。ね。これはいいんじゃないですか。これは結構普通でしょ。ね。<laughs> まあ,あの外国人といっても一番多いのはあの英語圏の生徒さんなんですね。アメリカ、イギリス、オーストラリア。これはなぜかはわからないです。特に英語圏の人にあの絞ったわけではないんですが。 なぜかですね英語圏の人が一番多い、ね、うん何な,なんでしょうねやはり日本に日本語に興味がある人が一番多いのかなそういうわけでもないと思うんですがなぜかですねあとはあの僕の,あの値段ですよね値段が、まあ、安くはない高くもないけど安くはないので、えー、おそらくまあそういう、まあ、アメリカとかねオーストラリアとかイギリスとかあのお金を持っている人が割と多いですから。 あの、僕の生徒に多いのかなと思います。はい、まあ関係ない話から始まりましたね、えー、今日もですね。少しの間ですけど、えー、英語学習に関わるちょっとしたね。ティップというか、ちょっとしたヒントのようなものをあのー、教えたいと思います。今日のトピックはですね。今日のトピック、今日のトピックは英語を嫌いにさせる。一番いい方法ね。何でしょう？ いい方法じゃないですねまずね英語を嫌いにさせる普通だとこういう時は英語を好きになるための一番いい方法とかねそういうポジティブな考え方をすると思いますでも僕はあえてですねここは英語を嫌いにさせる一番いい方法例えばね皆さん嫌いな人がいるでしょ嫌いな人その人がね例えば「ああ俺,俺英語を勉強したいと思ってんだ」って言ったら うん、こいつ嫌いなやつだからこいつはね英語嫌いにさせてやろう。<laughs> まあそういう意地悪なねことを考えるとして考えたとして一番いい方法何でしょう何でしょう僕は知ってますよ。英語嫌いにさせる一番いい方法。でねこれ逆に考えればあの英語を嫌いにさせる一番いい方法、ね、人を,人を、ね、英語嫌いにさせる一番いい方法これを知っていればその逆をすればいいんです。むしろそれをやらなければいい。ね、そ,れはそれさえしなければ あの英語を好きでい続けることができると言えるかもしれないです。ね、逆の発想ですね。えー、まあ、もう答えを言ってしまいます。じゃん英語の検定試験を受けさせる。ね、もしくは英語の検定試験を受け,受けるための受験勉強をさせる。これが答えです。例えば、TOEIC 例えば、TOEFL 例えば、IELTS あとは、 ケンブリッジ、ねえー、英語検定あと英検もありますねそういうのを受けさせるそういうのを目標にさせ、えー、それの試験対策をひたすらやるこれによって一瞬ででその人を英語嫌いに戻すす。ことができます例えばあの英語をやり直したいと言っている人がいる場合、ね、例えば僕の生徒さんでいる場合その人にねじゃあアイエルツというアイエルツというのねイギリスの まあ、イギリスですけどオーストラリアでもねあの大学に行くために必要なテストですねじゃあ i l ル s 受けてみましょうか <laughs> って言って i l ル s の対策の本ね買ってもらってね僕ももちろん買って、まあ、僕も持ってるやつもあるんでそれも使って、えー、毎回ですね宿題を出しながら、えー、一緒にね試験対策をやりましょうもうねい1ヶ月いらないもう1週間もう2回二回ぐらいで十分ですねあのー、多分嫌になると思います。 もしかしたらかなりねこうまあ何かあの M な人の場合はそれでもね最初はね頑張りますとか言うかもしれないですけどあの厳しくやればやるほど嫌になると思います。教える方ととしてはです、ね、あの意外と楽なんですねなぜかというと試験対策っていうのはあの正直言って誰でもできます。少し英語は分かっていればできる ね、なのであの中高の先生ですね中高の英語の先生で全然語力低いんですけどずっと教えることができるのはやはりあの、まあ、答えがあってねあの <laughs> 正解があるようなそういうタイプの,あの教えですからはっきり言って語学の一番難しいのはそれぞれやはり、まあ、言葉なのであの思考をあの表すもんですよね思考を言葉にするのではっきり言って本当に人によるんですねあとトピックによるし。 かなななりあの微妙なバランスが必要なんですね。それでこう言った方がいいかもとかこう言った方がいいかもっていうのにあの日常会話を教えるってことはその人の年齢や性別あとはあまあ性格ですよねに合わせてこれはこ,うこの人はこういう言い方をした方が英語では自然かなと、ね、そういうのを導,導いてあげる仕事ですよね。例ええば日本語を教える時も僕は、 あのここで「僕がいいですかあの私がいいですか?」みたいな、まあ、そういう質問ありますよね。日本語にはいろいろあの主語がありますからでもその人の年齢や性別あとはもちろんね性別によって僕,僕は男性だけですよねあとは若いのか年なのか、ね、大,学ぐらい大学生ぐらいの人だと「ああ僕僕でいいですよ十分ね僕でいいです」。 特にビジネスでは私の方がいいですかねとかそういう提案をしながらですねそれぞれの人に合わせたまあ答えがあるようでないようなものを教えなきゃいけないですねそれが語学を教えるという。 ことですね英語ももちろんその通りでそうやらなきゃいけないのに、まあ、テスト対策となるとテストにはまあある一定の答えがもう必ずあるのでああここは間違いですねなぜかというとこうこうこうでこれがここになってないし動詞はこう変化しないといけないしここ過去形だしあのここは未来形なんでとか、まあ、例えばこれはこういうイディオムだからとかこれはこういう熟語なのでとか必ず答えがあるんですねしかも先生はその答えを持ってるんですねだから教えるのはすごい簡単です。 でも生徒にとっては本当にそれはもう悪夢でしかない生徒にとってはもう,もうねテスト対策をやったら一発であの語学を語学嫌いにすることができます。これはですねあのトラウマまあ皆さんほとんどトラウマ,トラウマありますよね僕自身もあの何度も話しているかもしれないですが英語の大きなトラウマを抱えてですね大学生になりそこで太田先生というあの なんかトラウマを受け,受け入れてくれるような先生に会ってですね僕はやっとあの英語のトラウマから解放された気になったんですねあこんなこんなにこんな感じでいいんだみたいなねただなんか英語楽しそうだな、ね、毎年毎年アイルランドに行ってギネスビールを飲んでウイスキーをたしなむ太田先生を見てあこんな大人になりたいなとその時思ったんですねそれが二十2 0歳かあ違うの20歳じゃないな。 まだあの時は最初のキャンパスだったから18歳とかですね1819歳,歳ぐらいの時ですねそうですねそうですそうですそうですね1819歳,歳ですねはいでそうですねそう思ったうんそう思いましたねいいなと <laughs>、ね、いいな毎年アイルランド行ってギネスビルいいなみたいなで、えー、そのトラウマですトラウマで僕があのスペインに まだ住んでるんででるすがスペインに来て、あのー、最初にですねスペインスペイン語の学校に行きましたそこで、まあ、3ヶ月あの行ったんですがその間に基本的にそこの学校はテスト対策みたいな感じで、あのー、ずっと勉強するんですねでそれまでも,もちろん僕は親戚がねあのスペイン人だし、ね、妻の家族とか親戚とかみんなスペイン人だし友達もそうだし、あのー、スペイン語を結構楽しく勉強してたんですね独学独学ということで。 それが学校に行き出してですね。あの1ヶ月2ヶ月経つとスペイン語大嫌いになったんですね。本当に嫌いになってで学校を辞めてで辞めて多分ね。2。3ヶ月はあの勉強できなかったです。スペイン語の勉強も辞めてしまいました。もうやだ。もうやだ。スペイン語見たくない。聞きたくもないね。もちろん、あのスペインに住み始めてそういうね。あの1人という寂しさも。 あったのかもしれないけど、でも本当にもうスペイン語聞きたくないみたいになっちゃったよね。僕は追い込む自分をね自分で追い込んでしまった。もしくはその学校に追い込まれてしまった。で、まあ、あるきっかけでですね、やはり友達ができ、そのスペイン語をですね、そのテスト以外で話すようになり、でだんだんですね意欲がまた戻ってきたんですね。 そしてあのオンラインでですね愛登記というところ僕も日本語をそこで教えてるんですけど愛登記でスペイン語の先生を見つけでまあ3人ぐらいに出会ってですねその人たちと週に1回ずつぐらいね僕は週に3回とか週に4回ぐらい話してその先生たちはあの僕の,あのしたいように教えてくれるしたいようにというのはあのカンバセーションメインですね会話メインでや,るやってくれる。もちちろん先生たちは あのテ,ストテスト対策もできる、ね、そういう先生なんですけどあの僕みたいな生徒、ね、会話メインでやっていきたい人には押しテストを押し付けずに、ね、テスト対策を押し付けずにやってくれる先生たちだったので僕はその先生たちと、ね、ずっと話して先生といってももう多分3人とも年下 <laughs> あ違う1人年上かでも2人年下だしでもそんなの関係ないですね語学学習に年齢は関係ない。 なので、あのすごいね、楽しく話して、ね今でも、今でもやってます、今でもやってます、今でも会話をしてます。ね、でも、友達じゃない、ね、それは大事です、友達じゃない。なぜかというと、友達だとね、やっぱりナーになるんで、毎週、1週間に1回、この日に、何曜日に、あのまた、じゃあ、よろしくお願いしますとか、なんないし、あとは、わからない単語を書き出したりとかね、そういうこともし,しないし、 ししないでしょう、ね、あとはあのーまあ、やっぱり先生,じゃないの先生じゃないので友達とかはあの説明できないんですねここをこうこうだからそこはあのやっぱ先生にお金を払ってやった方が僕はいいといつも言ってることですねやっぱ先生と友達は違いますで先生の方がやっぱ効率がいいしあの予定を組みやすいそれだけですね、うん、はい、えー、トラウマについてですね なのでそうやって僕もスペインあの英語の時もですねスペイン語の時も,もテスト対策というのが元になってトラウマになってそれでもうその言葉を勉強すること自体が嫌いになったわけです。でこれをあのこの今日このことを話そうと思ったのはあのやはりに英語だけじゃなくてですねどの言葉にもこれは語学学習全般につきまとっている問題であって。 例えば僕は英語日本語を教えてるんですがその日本語の生徒でもやはり日本語検定能力検定の日本語能力検定試験の例えばあの3級を取りたいとか、ね、2級を取りたいとか4級をチャレンジしたいとかねそういうことを言っている生徒がいるんですね。でもちろんですねあの日本の大学に行くとか日本の専門学校に行きたいとかそういうことが決まっている人は、まあ、取らなければいけないのでそういう人は やはり取らななけければいけない<え>これは英語も同じことですね。オーストラリアの大学に行きたいと思ってるんであれば ILS を取らなければいけないある程度の ILS のスコアを取らなければいけないアメリカの大学に行きたければト e フル、えー、イギリスの大学に行きたければ、まあ、それも ILS、ね、あとは日本の会社ですね会社で、えー、外資系企業に入りたければ t o e i c 700点以上とか800点以上があるのでそれはやらざるを得ないでやら,やらなければいけない。 その場合は絶対に取るべき、ね。そこで文句を言ってもしょうがないんです。それはもう決まりだから、それは取らなければいけない。ただですね、僕は問題にしていることは、必要ない人。必要ないにもかかわらず、なぜかですね、自分のレベルを測りたい。ね、そういうテストによって測りたい。ね、それは愛のレベルを あのテストによよって測りたいようなもので <laughs> それちょっと違いますでもなんかねあなたは私のことどれだけ愛してるのか証明するためにこの「愛」のテストを受けて <laughs> そんなのあったらね「えー、うん俺ちょっと君を愛してるけどテストは苦手なんだ」って <laughs>、ね、僕だったら多分言うと思いますいや,いやそんなの、ね、テストで分かるもんでもないし同じようにですねあの同じようにじゃないけどあの言葉のレベルっていうのは基本的にテストじゃ これは愛を測る愛を数字で表すものべきものでもないと言ってるようなもんで本音には幸せとかそんなもんで抽象的なもんなんですね。あります、はい。あとは気分にもよりますね。僕もあの気分が乗ってスペイン語結構話せる日もあれば気分が乗らずに話せない時もあるし。 あの全然合、ね、わない人とはもう話せないしあの自分に興味がない人はあの話会話がまずあのスタートしないですからあの、ね、だからそれは全然違いますよ。そのそのじゃあ,あのテ,ストテストというのはどういうことかというともちろんリーディングライティング、えー、リスニングあとスピーキングですね。 あのやっぱ緊張しやすい人は緊張しにくい人ね本番に強い人いろいろそういうのもあるしあのトピック自体がですね結構マニュアル的なもんで、まあ、乱気して何度も何度も場所をこなして、まあ、まあ練習すればある程度の点数は取れるようになったりするんですねでもその人がじゃあ,あの会話をねしてはなうまく話せるかというとそれは全然そういう話じゃないですそこ,そこにはコミュニケーションスキルだったり得意なトピック苦手なトピックねいろいろあるので。 僕もあのサッカーの話とかになると日本語でも無言になっちゃいますけどもちろんスペイン語でも無言になるし英語でも無言になります。これは変わらない。僕の友達で日本語で日本人でですね無口なやつがいるんですね。君というんですけど T 君は無口なんです。なので彼がねいくら英語を勉強したところで無口なんですよ。でもそんな彼がですねいくら勉強してまあ例えばリスニングとかねリーディングとかライティングは スキルは上がったとしても、必ずね、スピーキングで落ちると思います。<laughs> スピーキングで。なぜかというと、彼は無口なんで、話せないんですよ。うん、バカじゃないんですよ。彼はいい大学行ってるし、いい職業についてます。公務員だしね。でも、無口なのは変わんないですよ。性格だから。でもね、それは、あの、ILT とかで、全く、あの、考慮してもらえないんですね。なので、彼は必ずね、スピーキングで落ちると思います。 でこういうういいテストどう思いますか <laughs> これはテストがやっぱりね無理な限界があるんですテストは必要必要な人にはって必要でも必要ない人はテストを受けなくてもいいよっていう声がもう少しあってもいいんじゃないのかということで僕は今日話してみました実際僕もですねほとんどテスト受けてないですト o イックぐらい、ね、ト o イックぐらいでトイックもね実は1回しか受けてないんですこれびっくりする話かもしれないですけど1回しか受けてない 僕は本当に自分があの用意ができたと思った1回だけ受けました。それはもう留学終わってから。僕の友達はそれまでに多分10回以上受けてますね。で僕は多分その、まあ、ある意味10回をスキップして最後に1回だけ受けて950点以上取りました。これはですね、僕は本当に勝てる戦しかしないんですね。<laughs> 勝てる戦。まあ、ある意味、まあ、弱いんですよね。ある意味弱いというか、その打たれ弱い。 す、ね、すぐななんんか嫌になっちゃうんですだからねなんとなく思ってたんですねト o イックをもし今受けて、ね、その勉強の途中今受けて600点とかだったら多分ねくじけちゃうなと思ってでそこでねくじけずによーし今度はやったるで今度は700いくぜって思ってもっともっとねテンションの上がる人もっとこうやる気が上がる人こういう人はあのどんどん受けてもいいんですけど僕みたいなタイプの人意外と多いと思います。あーへこむなとなとんか しかもね600点で次受けて550点みたい落ちたりするんですよねそうすると僕はねもうやってらんないと思うはずですやってらんないねあまりねその数字は関係ないあのダイエットもそうダイエットも毎日毎日体重計に乗る人って大体ダイエット失敗するんですよねなぜかというとやっぱり減らない体重見るとやる気なくなりますよそれよりは僕は主にもう1年ぐらい1年ぐらい見なくていいと思う,もう体重計なんか捨ててしまって あのとにかくね、毎日の毎日の運動歩いたりとか、歩いて会社から帰るとかね、駅を1個前で降りるとか、そういうのやりながら、あの夜8時以降は食べないとか、まあ、最低でも10時以降は食べないとか、ね、ご飯はをおかわりしないとか、<laughs> まあ当たり前、当たり前ですよ、ご飯はをおかわりしながら痩せるわけないですあね、あのパスタもね、大盛りに頼まないとか、まあ、そういうことをしながら、お酒も飲みすぎないとかね、お酒もあのビールは1杯まで、ね、その後ウイスキーにするとかね。<laughs> <laughs> まあそういう、まあ、少し気を使いながら1年過ごして「あちょっと痩せたんじゃない?」って周りに言われ始めたらちょっと体重計に乗ってみてください絶対減ってます絶対大事なのは数字じゃないです大事なのは習慣を続けること、ね、英語の勉強も習慣を続けるだけです習慣というのはポッドキャストを聞く、えー、YouTube を見る、えー、先生と話す、えー、文法やボキャブラリーをイングリッシュグラマーインユースで復習する それだけですその、えー、日々のルーティンですよねこれを1年続ければ1年分だけ2年続ければ2年分だけいつも言うように3年とか、ね、6年とか長いスパンで続ければ必ず英語は上達しますでその結果3年後とかにね e i ク受けたらおそらく900点あると思いますそのそれぐらいやればですねその結果は後からついてくる結果はですねあのテストというのは自分のレベルを測るものこれは正しい でもテスト自体によって自分のレベルを上げるものでは絶対ないです。テストをやるだけでテスト、例えば、i c ですね。TOEIC の、えー、試験対策をやるだけで英語力は上がらないです。これは残念ながら、これは事実です。テストの対策だけで t o e i c 900点いっても話せるようにはならない。しかし、話せるようになってから TOEIC を受けると結局、結果としては900点上がる。 それはあのー、なんかね逆じゃないんですよ逆じゃない逆じゃないんですねはいそれでは皆さんまた頑張っていきましょうチャオチャオアスタルゴ